とりあえずあのスクーターとなんか電動アシストがなんか融合したような感じですね。そうですね。今までにない新しいバイク。はい、やっぱりこうあの E バイクって言って、はい、どうしてもマウンテン系かママチャリ系しかなかったものを、はいはいはい、やっぱり単純にあのスポーツじゃなくゆったりクルージングしながら乗れて、はい、なんていうのかな、やっぱりこう明日もこれに乗りてみたいに思ってもらえるような乗り物をちょっとこう、あーなるほど、はい、作った。これだともう汚れたら拭いてあげたくなりますもんね。そうですね、そうですね。結構電動アシストって結構手荒く扱われてされてる人結構多いんですけど、うんうんうん、これだったらなんか汚れたら拭きたくなりそうですね。愛着のあるデザインが、テールランプとすごくかっこいいですけどね。LED みたいな。ライトと連動してる感じですね。そうですね、はい、あー、はいはいはい。なんか新しいんですけど、どこかレトロな感じがすごい好きです、はい、昔の本当にダックスとかのスクーターがあったんですけど、そうですよね、そういう感じの、はいはい、だから男性が乗っても本当になんかこうスーツ着て乗ってもおしゃれに見える。おしゃれですよね、うん、女性乗ったらそれそれ可愛らしくね。そうですね。であんまりやっぱり前傾にならないっていうのが、そうですね、やっぱりそのゆったり感があって、はい、さっき女性の方に言われたんだけど、自転車の椅子と違ってて、そうです、ね、だから広いですね、あの乗り心地がすごくいいと。いいですね、はい、サドルではないです。サドルではないです、ね、もはやシートです、はい、ぜひこんな感じで、はいはいはい、顔って映っても大丈夫ですか。あ、全然 OK です。じゃあちょっと今顔をあえて隠したんですけど。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。でもあの事務所に来ていただければ試乗できますんで。あ、本当ですか。はい、全色揃っておりますんでね。おあ、色ちなみに何種類ぐらいですか。色は現状ではシルバーがあって黒が、あ、なるほど。あのシルバーちょっとあのドロップしちゃったカラーなんで。なるほど、なるほど、はい、あと新色も次出てきますんでね。はいはいはい、だいたい常時3色3色とかそんなイメージ。あ、形よく見るとこっち違うんですよ、なんか。そうですね、こっちちょっとポップチューブがあって、ほう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 、ボトルゲージがちょっとこれについてる。ああ、なるほどなるほど、はい、これもちょっと可愛いですね。ビールなんか入れてもバッチリですね。あ、ダメですね、ここになんかカバンとか返してるから。ビールは入る。そうですね。確かに、ここちょっとね、サドルバッグっていうかフレームバッグみたいなのつけると、 それはそれでいいかなと。なんかちょっと今考えてるのは、はいはい、バイクのようなサイドバッグ、あとおまわりさんとかつけてみたいな、ね、はい、ちょっとここら辺の、はいはい、5つ目の下に板ついてるような、はいはい、ちょっとこうサイズ感マッチするようなカゴを今開発しております。なんかハーレーっぽくなりますね。そうですね。また明日もこいつに乗りてってやっぱ思えるような。いやー、これはいいな。めちゃめちゃ可愛いし、めちゃめちゃおしゃれですよ、それ。今までにないものをちょっと世に出したいなと、こんな感じです。いや、これは新しい。ああ、そう、なんだろう、バイクっぽい自転車とか、なんか子供用とかで見たことあるんですけど、はいはいはい、バイクっぽいけどペダルがついてみたいな、はい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 、安いやつとかであるんですけど、はい、いいバイクにそれを持ってくるっていうのが斬新です、ね、ありがとうございます。これいいな、今日一番の衝撃です。ああ、本当ですか、ありがとうございます。憧れのモデルで乗れたけど、これはもうまさに氷弾から壊れるような。ありがとうございます。すごい。やっぱり型式認定、ちゃんと法律の中で、はいはいはい、スタートが15キロまでが本当にこう他のメーカーさん、僕自転車業界30年ぐらいやってるんですけど、はいはいはい、いろいろパナソニックさんとかもブリヂストンとかヤマハさんも全部乗ってるんですけど、はいはいはい、やっぱりどうしても、はい、パンチが弱いと。ああ、加速が弱いと。なるほどなるほど。東京とかの場合は信号青に変わってビュッと行きたいみたいな。そうですよ、さっき乗せてもらったんですけど、はい、加速性能がすごい、はい、そうですね、いいです。そこがこのバーファンのユニットの最大の特徴ですね。あ、そうなんですか、はい、ヨーロッパでシェアが高いのはやっぱそういうところだと思うんですね。はい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 、はい、加速性能すごい。だって逆にもう15キロ以上加速したら、はい、もうあとはもうそのままゆったりゆったり乗り降りそうなんです、そうなんです、はい、18キロ以上出す気になれませんもん。そうですね。まあこういけばまあそこ少し24キロまではアシストしますけど、しますけど、まあ、はい、もうそういう感じの自転車ではないですね。一番大事なのはやっぱ15キロまでの、そうですね、あとはこのパンチの割に加速が弱いと逆にブーとかなっちゃうので、そうですね、やっぱそこをバランスを考えて型式認定の試験は1回10万円のところ3回受けましたんで、おお、調整に余念がないというそんな感じです。そうですね、はい。いやでも良かったですよ、これ坂道も楽々登れました。そうです、ね、タイヤがすごく太いのでマ、はい、ットバイクみたいに乗り心地がすごい。そうですね、あと空気圧によって調整してもらえれば、まあ、サスペンション効果も得れますから、はい、そうですね、うん、
ですか、ファットバイクの E バイクっていうのもいつか出るだろうなと思ったんですけど、はい、こんな形で出てくるとは思わなかったっていう、はい、これは来年の東京オリンピックの時に、はい、ビッグシルバーのプロモーション、スポンサード受けている五十嵐カノアっていう日本代表のサーフィン選手が、はいはい、千葉の本番の時にブロックタイヤに変えてクイックシルバー の特別使用車を作ったんですけど、それが来年お目見え、まあ、今もね大会中では乗ったりはしてるんですけど、本当なんですか、はい、まだちょっとそこまで使用は取っていない感じ、はい、まだテレビとかには出てないので、あ、そうなんですか、あれですけど、まあ、こんな感じでクイックシルバーのおーちょっとだけいい水晶ロゴマークを入れさせてもらって、特別使用で作ったよっていうのも出てきますんで、はい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 、これちょっと面白いな、てかすごく面白いですね、ありがとうございます見て面白いし乗って面白いみたいな、そうそうそう、はい、車で言ったらミニを買うような、ああなるほど実用性はまあ高いとして、これだけおしゃれだったら欲しいです ね、 ね、あとは日本の革を使ったダブルシート、あ、そうなんですね、はい、カタログにある、まあ、これダブルシートじゃないですか、あ、これの日本製の革を使ったオリジナルのレザーシート、ーレザーグリップ、はいはいはい、あとはまあリアキャリアなんかもオプションであったりしますので、はいはいはい、はい、ダブルシートってことは、はい、ここに乗っ、はい、2人乗れるんだけど、はいはいはい、まあ、型式認定の場合これ2人乗り助長するんでダメよってことになってシングルシートにしたんですけど、はいはいはい、まあ、オプションでお客様が買える分には全然何も悪いことはないので、まあ、レザーシートも用意したよみたいな感じで、こっちの方がね、まあ、半々ぐらいですけど、こっちの方が若干やっぱりどうせならこっちに変えたいなっていう人は多いですね、うん、一応つけておいてみたいな、そうですね、いやいいもの見たなお腹いっぱいですよね YouTube、 自転車の YouTube やる、こういう風にしちゃうところが多いんですよ、はい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 、うん、フレーム内蔵型、はいはいはい、でこれまあこのバイクにはこれは合わないんで、そうですね、はい、いい感じにまあ収まってると思います、はい、これでもあれだ、あ、なるほどね、ここに直接多分コードを挿して充電するタイプ、最近のビアンキの E バイクとかに使われてると多分同じ電池が使われてる、キックスタンドも標準装備、テクトロのワイヤー式のディスクブレーキ、このライトはオプションで8000円なんですけど、正直このライトを取っちゃうとただのマウンテンバイクみたいになっちゃうから、このライトは絶対つけたいですね、うん、自転車とバイクの融合みたいな、中にバッグつけたらおしゃれだろうな、これ、うーん、かわいい、なんかポルシェがこれをこのバイクに気に入ってくれたらしくて、なんか近々コラボをするんで、とりあえずステッカーだけ貼らせてもらってるみたいですね、すげえ、ポルシェが気に入るってなかなかじゃないですか、すごくないですか、これその手があったかみたいな感じですかね、ちゃんとほらポルシェと書いてある、うーんかわいいよ、これこれかわいい、また買ってるところ、あー、こんにちは、ちょっと待ってくださいね、あ、意外と軽い、はい、電動ママチャリ持ったことある人だったらもう完全にスクーターいやー、いい、乗ってもおしゃれ、乗ってもおしゃれ、ここ見てもおしゃれみたいな、見てもおしゃれ、乗っても面白い、乗ってもおしゃれ、走っておしゃれ、はい、いやー、いい、これかわいい、私服でも革ジャンでも着ます、うん、スーツでもおしゃれです、確かに、はい、これ持ってみたら分かったんですけど、後ろにモーターがついて、後ろにモーターついて、後ろに電池とか、ここにモーター、ハブにモーターがついてる、
意外と軽かったよね、うん、ちょっと重めのママチャリっていうか電動アシストと同じぐらいのタイヤがでかいの重く見えるんですけど、思ったほど重くなかった感じですか。アルミフレームこのごつさはちょっとアルミっぽい感じですね。渋谷と疲労じゃないですか、はい、僕ここだったらいけるなって心配しもありです、ね、あそこ、はい、あとは後ろから色々と多分しないといけないので、面白いちょっと反射板もついてる。ロカフレームっていうメーカーみたいですね。ロカフレームの、ちょっとカンペ見ますね。フーマ、フーマちゃん、フーマっていうモデルで、さっきの黒いやつがマカミっていうモデルみたいですね。いやーこれはちょっと欲しくなっちゃったよ僕。まあそうですね、だいたい18万ぐらいでライトが8000円なので、まあだいたい20万ぐらいあれば買えるかなっていう。ただ20万って e バイクって基本的に10万超えがほとんどなので、デザイン料でまあ10万かかってないと思ったら結構安いかなと思います。この見た目には勝てないよ普通の電動アシスト買うぐらいだったら僕は絶対こっちを買う、うん、もしも買ったらデビューするけど、まあ買うかどうかちょっと分かんないです。ただ e バイクを買うんだったらこれで僕は決まりかなちょっとパーツがあれとかもしあるかもしれないけど、うん、これは面白い、うん、以上、ロカフレームの、e バイク、マカミちゃんと、なんだっけ、まだ名前が覚えられてない、マカミちゃんとクーマちゃんでした。